どうも皆さんこんにちは、ホテルリバージョンあけぼのの清水でございます、私はですね福井市の、旅館組合の副理事長並びに県の副理事長、兼務させていただいておりまして、自らホテルを営んでおりますので、福井に来る宿泊するお客様のですね実態が一体どういったものなのか、そういったことをですね、中心に置きながら、これからの福井をどうしていったらいいんだろうということをですね、皆さんと一緒にちょっと考えていきたいなというふうに思っています。では座らせていただきます。まず福井市の宿泊業界の現状なんですけれども、現在旅館組合の加盟施設が26件、これはですね昭和43年に国体があったときは福井市の旅館組合員数というのは150件あったんです。それがですね今これだけになってしまったということ、そして非組合員、8件、これはですね、駅前にあるビジネスホテルとか、そういう大手ホテルチェーンですね、そういったところが、8件、そして合わせて34件で、客室数がですねトータルで2561室これはホテルも旅館も合わせてです。で、その定員数、定員っていうのはですね、旅館だったら2畳に1人で考えるんです。で、6畳で3人と、そういう計算ですね。で、ツインはツイン、トリプルはトリプルでちゃんと入って、この買ったと。で、定員数が、トータルで約3800ということはですね、今度の国体、平成30年にあるのが福井市で開催される競技っていうのが一番多いわけで、その時に必要とされる、宿泊者数、宿泊される方がですね8000人って言われてそうするとですね8000人必要なのに3800で全然足りないじゃないかというところで、実は昭和43年にやった時も足りなかったんです。で、その時にはですね民泊というのをですね、ちょうど私の父がですね県の組合長をやらせていただいておりましたので、その時の話も思い出すんですけれども、それぞれの家でですねおにぎりを用意して喜んでもらったんやとかですね、そういう話をしてたのを覚えています。で、実際ですねこの平成30年に国体を行う時にはとてもこの福井市だけでは賄いきれませんので、あわら温泉とか、また民泊もちょっと今考えているという話は聞きますけれども、保健衛生の問題とかですねいろんなことがありますので、なるべくやっぱりちゃんとした宿泊施設で、賄いたいという思いはありますけれども、もし足りなかったらやっぱりそういったことも考えなきゃいけないんだろうというような現状です。じゃあ、ですねこれだけ施設数が少なかったら、お客さん、先ほど大森議員が言われたみたいですね、なんか大会とかコンサートがあったときに、賄いきれし相当稼働率は高いんじゃないかというふうなことを思われるかもしれませんけれども、実際にはですねこれ福井市旅館組合で毎月出している稼働率なんですけれども、トータルで 53%、 これはですね赤いグラフ、これがですね、昨年です。ご覧のようにですねその前の、去年一昨年と比べてもですね結構高くなっているのがお分かりいただけると思います。で、これはですね8月にはインターハイとそれからミニ国体というのがあったんですね。で、毎年ですね8月っていうのが我々にとっては当たり前なんですけど、8月ものすごくやっぱりお客さん増えるんですよ。冬の12月1月の倍ぐらいお客さん来られます。で、なんでそんなに8月多いのというと、今言ったようなスポーツ大会関係がまず多い、それから本来のビジネス客も多い、そして夏休みがあるから家族連れがたくさん出てくる。昔はですね、夏っていうと海水浴っていうのが定番だったんですけども、昨今海水浴は極端に減りまして、恐竜博物館とか柴又さん、そういうパターンが多いですね。で、実はですね去年これだけ多かったんですけれども、これからもずっと多いだろうかというとですね、
実は今年、そういったイベントが大きいイベントがありませんので去年よりはカクンと下がっています。福井市内でのことですけれども、で3月もですねピョーンと伸びてますけど、これは、さっきまた大森議員が言われた東方新規とかそれから、何だったかな、とにかく3つぐらいコンサートが毎週あったんですよ。でそれはですねもうサンドームで大概やるんですけれども1泊2日であれやるとですね本当ちょっとしたあの大会とかですねイベントよりもはるかにですね集客力が大きいんです。もう我々がですねあの我々より先にですねファンクラブの方たちというかブワーッと予約があの売り出しと同時に入ってくるような感じなんですね。これは何かあるなと我々でも思って、これはちょっと安いプラン出すのやめようとで急遽ちょっとあの操作ギャランとか楽天とかですねそういったのを操作するんです。まあ、そのぐらいですねあのコンサートっていうのは特に人気のあるあの、関ジャニーだとかですね、スマップはなかなか来てくれないんですけれども、そういうジャニーズ系はですね人気があります。まあ、あの福井は8月が最も混んで、冬はもうカクンとカニがあるからもっとたくさん来るんじゃないって、冬の福井はいいよって我々は言うんですけれども、あわら温泉あたりは結構冬多いんですよ。でも福井市内はですね結構あの冬はビジネスのお客さんが、うちらでもですね大体その比率的にはビジネスが約半分があります、 50%。そして観光客がうちらの観光ホテルと歌ってるんですけれども、42% くらい、あと 8% ぐらいがコンベンション客ということをちょっと今まであましちゃんと調べたことなかったんですけど、長井さんの方からどんなにやっていうふうなことを聞かれまして調べてみたら、まあそういう比率でした。でもうちはですね今申し上げたように観光ホテルとして売ってますので、観光客は多分福井市の中では最も多い部類だと思います。で他はほとんどが、まあ、ビジネスじゃないかなというふうに思います。じゃあこれちょっと細かすぎるんで、これは週間ホテルレスの全国60都市年間稼働率っていうのが、我々の業界誌ですね、毎週、ホテルとレストラン向けの、冊子がありまして、それで、報告される、これは、ね、昨年の年間稼働率です。これでは見えませんので大きくします。そうするとですね、福井、50%、大体我々旅館系で取った数値とほぼ同じになりますね。取る件数っていうのはですね、どこだっていうことを具体的にここに聞いたことがあるんですけども言ってくれないんです。で、富山が54、金沢が67、そして全都市平均っていうのが一番下に載ってるんですが 73.3%。 これはですね、非常に大きな意味がありまして、全国のホテル業者これ見ています。そうするとですね、例えば、1ヶ月にですね 100% 売上稼働、宿泊の売上稼働率があれば1億円儲かると、1億円の、まあ、売上があると仮定しましょう。そしたらですね、まあ、平均的には 73% ですから7300万、売上があるんだと。ところがですね、福井に出店したとしたら5000万しかないぞ。そうすると一般的な7300万と比べて2300万違うじゃないかと。そうすると全国のホテル業者は福井に出店しようというのを二の足踏むわけですよ。優先順位としては極めて低いということです。まあ、そういう実態があってですね、まあ、あの福井駅前の再開発なんかでも、まあ、こういうあの実情を見計らった上でですね、いや福井さん熱心にも進めてくれるんですけど、ちょっとまあいろいろ計算してみると合わんのですわというようなことなんですね。まあ、そういう、今状況だということです。でこれはですね、これもちょっと小さいんですけれども、グラフの左側の方、これ観光庁の宿泊データです。左の方がですね、全国で、年間どれだけの人が宿泊したんだというとですね、延べ宿泊者数が4億1723万人、
大体人口のですね 3.26 倍ですね。で、まあ東京が圧倒的にですね、まあ、最多です。で2位が北海道、北海道は大きいということもありますけれども、で第3位が大阪、第4位が静岡。静岡は富士山があるからやっぱいいかなって思われるかもしれませんけど、温泉場が結構多いんですよ。県全体がやっぱり広いですし、北陸3県分ぐらいありますよね。であと5位長野県、長野県もやっぱり非常に、まあ、宿泊者数は多いですね。で上位5都道府県で全国シェアの3割占めてるわけです。じゃあ福井県のシェアはどんだけなのっていうとですね、0.87%、 1% に満たない。下から11番目です。下から11番目でまだ下に結構いるんだなと安心するわけでもないんですけれども、福井はですね、じゃあその365万人です。365という数字は1年の日数と一緒なんで覚えやすいんですけれども、1日1万人、これ県のデータです。市ではありません。で人口が80万ですから、80万で割りますと 4.56 倍、人口比の割には結構来てるねと。東京なんかはですね、まあ、人口が1,200〜1,300万いるんですが、そうするとやっぱり、それに比べるとですね、随分と福井は多いように見えるんですけれども、実はまあ人口の方が少ないんじゃないかという話です。で今度はですね、右の方なんですけれども、これは外国人です。外国人はですね、今インバウンドっていう言葉は皆さんよくお聞きだと思いますけれども、バウンダリーという、まあ、境界線ですね、の中に入ってくるからインバウンド、海外から入ってくると。で逆にですね、海外に出ていくのをアウトバウンドというんです。そのインバウンドは、まあ、今今年1000万人に、なるだろうと、超えるだろうと言われてますけれども、それがですね、宿泊して何泊かしますね、日本国内で。でその数が1842万人だということです。じゃあそれで、やっぱり東京が一番多くて、次が大阪、3位が北海道、4位が千葉、これはディズニーランドですね。で5位が京都だと。で上位5都道府県で全国シェアの6割も取っちゃうんですよ。やっぱり皆さんもですね、海外行った時にどこ行きますか。韓国行ってもソウルでしょう。で中国行っても北京、上海が多いと思います。大体やっぱり出向県に集まるっていうのは、まあ、やむを得ないことなんですけれども、まあ、次第にその個人旅行として地方に回ってくるというようなパターンですね。で福井県のシェアは 0.1%、 今ここで、ね、2万人というのが下からまあいくつか4つかいくつかあるんですけれども、非常に少ないです。1/1。実際はですね、これ四捨五入してありますから、2万人ではなくて1万6000人ぐらいなんですよ。でこれからですね、実はのインバウンドっていうのはどんどん増えると言われてるんで、逆に考えれば伸びしろがあるじゃないかというふうなことも言えるんですけれども、まあ非常にですね、先ほどから県の方、市の方からのご報告いただきながらですね、本当にもう皆さん一生懸命やってくださってるんです。でもその受け皿たる我々観光業者、宿泊業者、何やってんのと言われそうなんですけれども、実際ですね、宿泊のお客さんがですね、なかなかよその県みたいにですね、多くない。来てくれるように努力してるんだけれども、なぜかこの福井の方にはですね、まあ、他県に比べると多くないという実情が今皆さんお分かりいただけたと思います。じゃあこの宿泊業界の定説っていうところなんですけれども、ごくごくまあ当たり前のところなんですが、観光客の10中8区は車で来るんです。で先ほどからですね、もう新幹線が来るとすごいことになるというふうなことでですね言われてるんですけれども、実際問題としてですね、我々ホテル業者はですね、ほとんどの人車なんですよ。なんで車で来るのっていうと、安いからです。やっぱり家族で来る人が多いんで、またはカップルで来る人が多いんで、まあ自由に行き来できる。それとですね、あと何といってもやっぱり料金だと思うんですけれども、先ほどもですね、
猪島さんのデータでしたか、バスとですね自家用車と合わせて、約8割だいたいそれ合ってると思います。そんな感じなんです。じゃあ我々今この新幹線が来るぞって言ってるの、じゃあ残り2割ぐらいのためにやってるのということなんですけれども、それだけでもないはずです。これはやっぱり今まちづくりのいいきっかけになってですね、なんとかせねやならんというそういった焦燥感焦りというのはやっぱりいい意味で大事だと思うんですよ。でこの機会にですね、もっとより遠くからですね、近場の人は今こうやって車で来てますけれども、より遠くの人はですねやっぱり我々ぐらいの年代になってきますと、遠いだからもう危ないし疲れるし、やっぱ電車で移動さということになりますので、より遠くからのお客さんを福井に呼び寄せるためにはですね、やっぱりこういう鉄道高速、交通網というのはとても大事なんです。ところがですね、この前私キャラバン JTB のキャラバンでですね出港宣伝です、大阪と広島と行ってきました。広島の JTB というのは中四国圏の統括、地点なんです。でその中四国から、全国にですねお客さんを送っていると。でその時にですねみんなさあ中四国からお客さん、九州新幹線なんかも通ったことだし、福井に来てくださいというふうなことを言いに行ったんですけれども、実際中四国の状況はですね、全体の約半数は関東に行くそうです。で大変申し訳ないんですがという前置きをした上でですね、福井そして北陸ではなくて中部圏全体として中部に行くのはうちらの方では1割ですというような話でした。で、北陸はさらにその中のごく一部だということで、いかに少ないかということが分かるんですけれども、で我々ですねこの宿泊業者にとって、じゃあ中四国からですねいかにしてお客さん来てもらえるようになるのかというと、まずJR のですね東海新幹線ずっと持ってるわけなんですが、東海の割引率値引き率っていうのは極端に低いんですよ。で西日本は結構割引いてくれるんです。ですから広島から来ようとすると、もしくは中四国から来ようとすると、新大阪で乗り換えてそこから、在来線もしくはバスということになるんです。でより近い京都まで行こうとすると、一部その JR 東海に乗らなきゃいけなくなって、かなりやっぱり高くなっちゃうということです。でそういった事情もあって、中四国からはもしくは九州からは、北陸の方にはなかなか来にくいんだということを言っておりました。であと不便だから止まるっていう事実ごくごく当たり前のことなんですけど、ビジネスのお客さんうちでも半分、他の、ビジネスホテル系では、9割方ビジネスマンです。そうするとですね、やっぱり経済原則がありますから、できる限りその経費使わないようにするためには止まらない方がいいんです。すぐ帰ってしまった方がいいんです。そうすると、便利になったらやっぱり帰っちゃう。でじゃあ今新幹線がですね金沢で止まって2時間半で福井に行くのにさらに1時間かかって3時間半、そうすると今までの東海道とあんまり変わらないねと。で先ほどですね、福井の、関東方面から 12.1% というようなお知らせがありましたけど、県全体としては多分そのぐらいです。あわら温泉はやっぱり半分ぐらいはもう関西から多いんですけれども、関東はずっと少ないんです。福井市内はですね関東が多いんですよ。関東圏が一番多いです。やっぱり人口が一番多いからだろうと思います。でうちのデータで言えばですね、関東でだいたい 32% で、近畿で 28% で、中京で 25%、あとその他というようなそういった割合ですね。でやっぱり関東からは多いんですけれども、今この不便だから止まるということはですね、今東京から金沢まで来て3時間半かかるというのはですね、これはまだそんなに影響もないんです。ところがこのあとですね、大阪にもし新幹線がつながるというと在来線の半分だと1時間になっちゃうわけですよね。
そうすると結構やっぱりホテル業者としては、特にビジネスホテルはですね、かなり淘汰されます。これは間違いなくそうです。今長野新幹線がそうですね、かつてはですね、できる前までは東京まで3時間かかったんです。ところが今はですね、最速のやつだと長野を出ると次は東京って言って70分台です。そのぐらいですね、早くなってしまって、まあ、支店経済圏であったものがですね、今高崎とか大宮の方に、まあ、移転してしまって、まあ、駅前でも潰れたホテルが結構あるというようなことで、まあ、より遠くからお客さん来るじゃないかということは誰もが言ったということなんですけれども、実際にはですね、まあ、そういう状況だということ、これもやっぱりちょっと気をつけなきゃいけないなと。我々宿泊業界としてはですね、まあ、新幹線来るぞっていうことに対してですね、やっぱりもう街中がワイワイ騒いで何とかしなきゃって言ってますから、やっぱりできることをやろうと、やっぱり県の方、市の方がですね、本当に一生懸命やっていただいてるんで、できることをやろうというふうな思いではいますけれども、お客さんのことは片や大変ちょっと本当にどうなんやろうというふうな心配は少しあります。で、まあ、2時間っていうこの数字もですね、一つの目安なんです。2時間よりも遠かったら止まる、で2時間より少なかったら帰る、そういったのがですね、一つの目安っていうのがあるんですね。で、関東の方に鬼怒川温泉というのがあるんですけれども、東京から浅草からですね、電車出てるんですけれども、そこのキャッチフレーズがですね、鬼怒川温泉ちょうどよく遠い、ちょうどよく近い、やっぱ重いキャッチフレーズだなと思ったんですけれども、まあ、2時間というのはですね、ちょっと手ごろな、観光旅行に行くにはいい時間だということです。じゃあちょっとこれからですね、人口減への対応と交流人口の拡大ということで少しお話ししていきますけれども、まずですね、福井は時間、すいません、大丈夫ですか。ですね、2040年には今の8割になってしまうと言われてるんですね。人口80万ですから64万人になってしまっていると。じゃあそういう中でですね、どうやってこの経済を維持していくんですかと。もう8割になってしまったらですね、かなりのやっぱりご商売淘汰されていっちゃうんじゃないかなということがですね、今日の大きなテーマでもあるんです。それをどうやってカバーしていくかというとですね、よそからお客さんを引っ張ってくるというのがやっぱり一番効果的であるというのは皆さんお分かりだと思います。で、このインバウンドですけれども、インバウンドは先ほど言ったように福井はもう全国の1000分の1に満たないというような、今はそういう状況にあります。で、ただ日本全国から見るとですね、今1000万人ですから、同じ島国です、ですね、イギリスが3000万人あるんですよ今。そうすると今韓国、台湾、中国、そしてインドネシア、タイ、そういったところがですね、すごく経済発展していますから、このアジア諸国からですね、どんどん今日本に行きたいと。日本は四季があって、文化もあって、アニメもあって、もう本当に素晴らしいと、日本に行きたいという人はアジアでたくさんいます。で、そういう人たちがどんどんやっぱり経済的にも豊かになりつつありますので、やがてですね、同じ島国であるイギリスと同じ3000万人というのはまず行くだろうということで確実視されているわけですね。で、じゃあ今の 0.1% の福井がですね、 0.3% になっても何ほどのもんやということもあるんですけれども、もっとやっぱりこれからの努力、周知徹底によってですね、広報宣伝によって、まだまだその伸びしろは大きいよというふうなことを私どもでは思っています。このインバウンドをもっとたくさんですね、呼び込むというのは大切なことなんですけど、じゃあホテルどうなのというとですね、ビジネスホテルが多いんですよ、福井は。そうするとビジネスホテルだとですね、部屋が狭いんですね。で、観光客、特に海外旅行客、皆さんもそうだと思いますけど、大きいスーツケース持っていくじゃないですか。あのスーツケース、大体、夫婦2人っていうのは基本なんです、旅行は。そうするとあのスーツケースを2つバコバコと開けてですね、広げる場所がいるんです。ところがビジネスホテルにはそれがないんです。じゃあ福井では泊まれないねということになることがしばしばあります。
これはまあ私どもホテル業者にとっての課題でもあるんですけれども、まあ、今後まあそういう部屋のスペースを拡大していくということは必ず必要になってくるなというふうに思っています。で、あと巨額の投資が続く、これはですね、福井これからすごいなと私もこれ改めてですね、まあ、先ほどからお二方からもうすでに発表があった通りなんですけれども、来年舞鶴若狭自動車道が全線開通します。先ほども言いましたように車で来るお客さん観光客多いんです。ですから新幹線もさることながらこういう高速道路がですねつながるってなるとですね動くんです。ですからもう早速ですねもう来年、結構お客さんが入ってくるんじゃないかなというふうなことを見込んでいます。で、1年半後の新幹線金沢開業、これもやっぱり大きいですよね。で、3年後にはですね、中部縦貫、自動車道が今度全線開通するわけですね。これも大きいですね。で、5年後には福井国体があります。そして7年後にはオリンピックがあって、12年後には新幹線敦賀開業と。こんなふうにですね、これからポンポンポンと大きなそういったイベントがですね、福井で開催されますので、やはりもうこれはもう福井としては集客のチャンスですし、こういった機会に、まあ、先ほどからですね話が出てますように、一度福井に行ったけども大会で行ったけれどもそれっきりでも福井なんて大したことなかったよ、よくなかったよと、ひでえとこやというふうなことにならないようにですね、いかにしてそのリピーターを作るか。ディズニーランドがですねやっぱお客さん多いのは何度も行きたくなるからですよ。やっぱりこれからのですね少なくなってくる人口の中で繰り返し行ってみたくなる、そういう観光地、都市にならないことにはですね、なかなかこの福井の経済は厳しいだろうなというようなことを思います。あと最後ですね、恐竜博物館の拡充、これはですね、ちょっと夢物語なんですけれども、今福井でですね、来るお客様、かなりの数がですね、恐竜博物館を目指していきます。特に家族連れそうです。もう男の子もですね、女の子もそうですけども、すごく喜んでいます。うちには恐竜ルームっていうのも作ってあるんです。でもどこまで恐竜なんやっていうぐらいですね、もう恐竜を大事にしてるんですけれども、本当にもうこのお部屋から帰りたくないって言ってくれることもぐらいですね人気なんです。で、じゃあこれだけ人気になったこの恐竜博物館なんですけれども、二次アクセスの問題ですね。で、福井駅から恐竜博物館に行くのに結構不便なんですよ。で、そういった意味もあって車で来るお客さんが多いんですけれども、今勝山駅から恐竜博物館まで7キロぐらいやっぱりあるそうですね。そこ歩いていくのは無理ですし、電車をですね、もし近くまで通そうとすると7キロ、線路を引くのに200億から300億かかるんだそうです。そんなにかかるんだったら、もう一つ恐竜博物館作るなり道路作ったりバスずもうシュッと運行させたりした方がいいねという話にはなってるんですが、この前、館長さんとお話ししてですね、もう第二恐竜博物館作ったらどうだと、ジュラシックパークみたいにしてほしいというふうなことをですね、ちょっとお話ししたところ、実は私もやりたいと思っています。で、予算さえあればということなんですけれども、それはですねちょっと株式上場してですね、ちょっと100億ぐらいすぐに集まるんじゃないかというふうな話もありますし、逆にこれを福井がやらなかったら、もう韓国が同じようなことを考えてるんですって。だからもう韓国はやっぱりそういったもうグローバルに考えててですね、いかにして世界からお客さんを集めるかということを考えてるんで、ぼやぼやしてたら本当に韓国にですね取られてしまう。で、そういったことにならないためにも恐竜といえば福井だよと、恐竜があるから福井に行くんだと、そういう理由作りをですねこれから福井としてはどんどんやっていかなきゃいけないのかなというふうに思う。以上、長くなりました。はい、ありがとうございました。本当になかなか聞けないお話を今日聞けて本当に良かったなというふうに。